けましておめでとうございます。ルパン小島でございます。今年もですね、2016年オレモンモンハンクロスガンガンやっていきたいと思います。うやー、はい、この場所はおなじみの場所ですよ。まあここから全てが始まったということでね、はい、ルパンさん、ちょっと年末のオレモン全然更新されてなかった、はい、そうなんですよ。すいません、あの風邪をひいちゃって。風邪、久しぶりにびっくりするぐらいあの風邪をひいて。バカなのに。バカなのに引くんだね、風邪をね。びっくりですよ、バカなのに。あなたも言うね。佐々木くんにさ、髪の毛クロスカットにしてもらったじゃない。はい。あれからかな。いや、佐々木くんは悪いわけじゃないんだけど。あれ、ルパンさん。いや、そうなんだよね。ちょっと後ろ向いてください。あれ？クロスカットは？いや、なんかクロスカットちょっとなんかなくなっちゃったんだよね。ちょっと怒ってるでしょ。気合のクロスカットって。気合のクロスカットだから気合を外しちゃったんだよな、多分。気合を外しちゃった。気合を外しちゃった。だから風邪ひくんじゃないですか。いやでも本当それはあるかもしれないよね。なんかだってもうすごい、まあ怒られたとは言わないけど、その野村編集長のがっかり感とかやばいもん。野村編集長結構ガチで怒ってるっぽいですよね。まあガチっつうか、まあまあでも大丈夫だろ、そんな大したことないだろ。そうやってルパンさんは今までのらりくらりとやってきた結果が更新も2回でストップし。そうだよね。風邪を引き。いやだからもうこれからここ2016年になったということで再始動しようかな。流行りのあのリブートってやつですね。あ、リブート、リブート、あ、知ってんね。いいですね。いいね、リブートです。見た目もですね、はい、もう去年と一緒。一本目撮ったあのモンハンの発売日から全く変わってない。全く変わってないんで、これね、やっぱりルパンさんちょっと気合が足りないっていうことで、はい、やっぱ初心に帰るってことで、これ雑だなお前、雑だな。ちょっと着替えてください。ここで、ここで今ダサ似合ってます。ダサくねえかこれ。はい、着替え終わりました。どうすか、来てくれよ。そんな近づきたくない。なんでだよ、なんで近づきたくないんだよ。知り合いと思われたくない。知り合いと、またあれですね、靴も靴たまたま。あ、これで、これで、え、統一するってこと。そうです。やっぱりルパンさん今までちょっと最近この電撃に移ってからぼんやりしてたんで服装がぼんやり、うん、じゃじゃん、ほんと俺強えな。ダークシーズ、すごいだろ。運勢、ゆったりした、幸の運に向かいますが、油断はいけません、正しく生き、少しでも悪い楽しみに浸ることがあってはいけません。幸運に向かい早く叶うでしょう。縁談、気長にして待てば思った通りになりましょう。お、気長にして待てば思った通りになりましょう。気長に待った結果が何歳でしたっけ今。42歳です。教えが25歳まで学べ、40歳まで研究せよ、60歳までに全うせよ。まだ時間あります。60歳までまだ間に合いますから。できました。はい、これです。はい、今年も元気に狩りを目指す。イラストも描きました。これ俺の似顔です。これ結構かわいい。今描けました。これ独特のいい味がありますね。味ありますか。あるマジですか。これじゃあちょっとイラスト化しようかな。これ T シャツにしましょう。これ T シャツにすんの。
そういうわけで、1月10日、幕張メッセ、モンスターハンターフェスタ東京会場、こちらの方に僕も遊びに行きますので、ぜひ、見かけたら声をかけていただきつつ、ぜひ一緒に遊びましょう。そして、電撃オンラインチャンネル登録の方よろしくお願いします。これどうだ、でもまあしっくりは来てるよね。似合ってますね。なんか馴染んでる、なんか、ああ、なんか仕事してるなって感じがします。